クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんの登場人物一覧クレヨンしんちゃんの登場人物一覧では、薄い偽人原作の漫画、クレヨンしんちゃん及びそのアニメ作品、クレヨンしんちゃんに登場する架空の人物を列挙する。下記の人物の詳細は個別記事を参照。野原や小山家の家系図カスカベ情報発信館に設置されているパネル。野原家一家とかす壁防衛隊が描かれている。 カスカベ防衛隊新之助たち5人が結成した組織。カスカベの愛と平和を守るがモットー。秘密基地は吉永先生や松坂先生の自宅。下記4人の詳細はカスカベ防衛隊以外これ、以外にも大会などの際に1回限りの演じが登場することが多い。大原家と関係者埼玉くれないサソリ隊1980年代の ようなレトロなスケバングループで女子高生。原作では四巻、アニメではスケバンと対決だぞから登場。2020年8月15日の放送で女子高に通っていることが明らかになった。以上の3人は移動用に 90cc のスクーターを所有している。また3人とも高校3年生であるが嵐を呼ぶ猛烈。 大人帝国の逆襲では三人も懐かしい匂いに取り憑かれて大人たちに混じって公園のブランコで遊んでおり、王と三輪の列がカスカベに来たシーンでもそれに乗り21世紀博へ向かって行っている。その他の不良グループその他の知り合い霞が関に本社を置く企業。映画、ヘンダーランドの大冒険では、広氏の名刺に所在地が書かれており、 東京都中央区日本橋猫町12番1号となっていた。具体的な事業内容などは作中で語られていないが、大阪にも視点がある。野原家の行きつけのデパート。新之助やひまわりの行動でトラブルを起こしている。坂井忍がこのデパートでアルバイトをしたこともあったが、新之助のせいで解雇されている。新之助たちの行きつけの書店。 チェーン店であるらしく、年に一度、本部からの視察が行われる。無才がアルバイトを始めたが一日で辞めてしまった、店でもある。しかし、重い本の束をいくつも持ったり、立ち読みをしていた新之助を追い払ったことから、働きぶりは、なかなかのものと、店長も絶賛していた。また、無才もアルバイトをしていた。初期は、新之助のいたずらに巻き込まれて、トラブルに遭う場面があった。 カスカベ書店には他の店員が存在するが、基本は店長、中村のみだが、映画7作目、爆発。温泉ワクワク大決戦では秘密結社ゆざめのロボットがカスカベに襲来した時に登場している。アニメ第1話 A パートのお使いに行くぞから登場している肉屋。戦闘、春がベユの中に、に牛屋の広告看板がある。ブラックメケメケ団秘密結社。 スズメの涙その他の敵少女向けの魔法少女作品。基本的にはアニメではなく特撮であり、劇中で撮影されているという設定。男性のファンも少なからず存在し、風間は隠れファンで、新之助、正男はファンを公言している。アニメ版では2000年頃から姿を消してしまい、2003年から現在に至るまで、夏季の魔法少女もエピーが変わりようになっている。一方、 原作では話題のみであるが、シンクレイオンシンちゃんになって、以降も時折登場している。アニメ、オークワガタを取るぞ1では、風間の部屋に飾られているフィギュアとして、再登場。ネネちゃんの妄想画像ではネネが妄想する、風間の背景に、グッズが登場。レンタルショップのソムリエ画像では、レンタルショップの純真作の棚に、DVD が並んでいる。また、2003年公開の映画、 嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードの中では、風間の自転車のキーホルダーとして登場している。アニメオリジナルの劇中劇。いわゆる萌えアニメで、魔法少女アニメにもかかわらず、一度も魔法が使われる、ことなく終了する放送会が数回あり、ねねちゃんからは、おたむけと酷評されている。特撮版もある。アニメ版では2003年から登場。 風間トールや鳩ヶ谷ヤヨが出来が溺愛し、桜田ねねは好意を持っている描写も、剣をしている描写もありややふや。新之助も見ていることがあるが特別好んでいるわけではない。靴や下着などのキャラクターグッズやお菓子付きフィギュアやトレーディングカード、かつらやコスチュームでもエピーにメイクアップするセットなどが発売されている。鉛筆しんちゃんは、もしも新之助が小学校に進学したら という設定の物語。原作では第29巻に初めて掲載。アニメでは2001年4月20日に初めて放送。この物語中では、風間くんだけ、私立小学校に進学。新之助、ねね正サ坊ちゃんは、公立のアクション小学校に進学している。なお、新之助、正サ坊ちゃんは1年一組。 ネネは1年3組に在籍一部のエピソードは幼稚園の話として放送されたこともある。なお、クレヨンしんちゃん内で見受けることのできる鉛筆しんちゃんとは無関係で、こちらの鉛筆しんちゃんはクレヨンしんちゃん自身のパロディアニメである。2010年11月26日から2012年9月14日までアニメクレヨンしんちゃん内で不定期に放送されていた。 新面のキャラクター。漫画版は原作と別シリーズで連載。本作のアニメ版には原則としてナレーションが入らないが、以下のナレーションが使用される場合もある。ありがとうございます。